この動画には記載の通りの要素が含まれます。苦手な方は動画の再生をお控えください。おはようございます。八尾駅に来ています。今回は近鉄に乗りまくろうと思います。よろしくお願いします。それでは近鉄遠征時おなじみのいつもの始発の奈良駅に乗っていきます。近鉄に乗ると一言言ってもこっちにもいろいろ乗り換え駅があるんですよね。柏原、喧嘩、王子、高田、桜井、天理エトセトラ。降りたのが柏原駅。ここから南大阪線系統の環状を目指して道明寺線に乗車をしていきます。土居中炭線クソローカル線に住宅街を足したような感じがするのだ。柏原南口駅に到着。降りる人はいないようですね。柏原駅なら降りる人いるでしょうけど。神宮方面に向かいます。対面乗り換えは楽ですね。勝手に階段降りて乗り換えるつもりでいたので10分ぐらい待つ予定でしたけど、早く行きましょうか。大都会、古市に到着。この電車はこのまま河内長野方面に向かいます。帰ってきた土居中炭線クソローカル線。確かに河内長野ってだいぶ山の方ですからね。来ました。河内長野駅です。なぜか知らないですけども折り返しの発車時間です。近鉄さん、単線路線はもう少し折り返し余裕持たせましょう。
それでは工程通りに戻りましょう。阿部の駅の急行です。古市まで乗車します。この時は知らなかった。後々工程表なんてなかったことになるような事態に遭遇することは。ちなみにあと1分で発車時刻です。間に合いません。記載されていませんでした。本来なら市議山下駅まで行き、そこから奈良交通、近鉄バス、西市議高速線、市議線という経路をたどって帰る予定でしたが崩壊。ナートさんはどうするのでしょうか。住宅街が来たら富田林です。富田林から古市なんかもうすぐ着きますからね。古市駅です。橿原神宮前方面に向かいます。5車線に乗車しますが、今回は尺度までです。近鉄の〇〇駅にご乗車のお客様は N 番乗り場の電車にご乗車くださいというテンプレート好きです。今回の動画はここまで。ナレーションはボイスボックスのめいめいひまりとずんだもんと四国メタンとナンバーセブンでした。